30代40代になってくると年相応の格好がわからないという悩みを持った方多くなってくるのではないでしょうか。そこで今日はシーン別のおすすめコーディネートを3つ紹介したいと思います。1つ目はデートシーンにぴったりのきれいめカジュアルコーディネートを紹介します。程よく上品に仕上げてくれる白のタートルネックのニットにカーキのボトムを合わせることで大人の男性の魅力と親しみやすさが加わります。そこにネイビーのチェスターコートを合わせました。ネイビーと白の組み合わせは清潔感を与えてくれるのでデートシーンにもぴったりです。2つ目は友人と遊びに行くのにぴったりのカジュアルコーディネートを紹介します。ダウンジャケットやチェックシャツなどカジュアルな印象のアイテムを取り入れるときはこういった風に落ち着いた印象の色味でまとめてあげると大人っぽいコーディネートに仕上がります。またインナーなんですけれどもチェックシャツの下にタートルネックのニットを挟んであげることで防寒性をアップさせています。ダウンジャケットを脱いだ時もタートルネックをこうやってチラ見せさせてあげることでワンランクおしゃれなコーディネートに見せることができます。最後3つ目は休日のリラックスコーディネートを紹介します。大人になると避けてしまいがちなパーカーですがこういう風に全身をモノトーンで揃えてあげると30代40代の方にもぴったりのリラックスコーディネートに仕上がります。アウターを脱いでもモノトーンで統一された色合わせなのでそこまでラフな印象にならないのが特徴です。以上3つのコーディネートを紹介しましたがどのコーディネートにもこちらのテーパードパンツを使用しています。きれいめコーディネートにもカジュアルコーディネートにも使える便利なボトムです。詳細を概要欄に貼っておきますのでよろしければご覧ください。こんな感じで毎日おしゃれの役に立つ動画をアップしています。よろしければチャンネル登録お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画です。